さあ今回、キングボクシーにしましょうか。人は死んでも、その人の影響は死ぬことはないと。すごいですよね。スティーブ・ジョブズでこう話してますけど。ジョブズもう死んでますよね。ジョブズなんか生きてるんですよね。ジョブズさん、いつ死んだっけな。2011年10月5日ですね。あの、お亡くなりになれたのが。だから、去年、去年か。 去年か。え、去年か。ジョブズ、去年か。なんか、もっと前に亡くなってるような感覚もあるんですけど、1年前ですね。うーん、ジョブズが亡くなったのが。11月、2011年10月5日らしいですね。うん。でもなんか全然、なんか、昔の人みたいな、でも今の人みたいによくわかんないですよね。 だからジョブズが残してきた影響っていうのは、アップルイコールジョブズみたいなのは、なかなか消えないんじゃないですかね。すごいですよね。うーん。だからなんだろうな、人が死んでも、まあ僕とかね、まあその、あ,あ、そうそう、松下さんとか、もう僕は崇拝してるんですけど、松下さんももう死んだのだいぶ前だと思うんですけど、まあ死んだ人の本を読んでね、あのー、なんかやってるみたいなね。 うんだからまあ動画ってまあ僕はそういうジョブズとかそういう松下幸之助さんとかそういう人にはなれないかもしれないですけども動画は残るんでテクノロジーのおかげでね多分動画残ると思うんで、まあ、僕が死んでも影響は何かしら与えられるんじゃないかなとだから動画っていいですよね自分が死んでも勝手に喋ってくれるんで ありがとうございますっていう。死んだ後もね、ずっと何か人生を変える何かの役に立てるっていうのは、これはもうテクノロジーのおかげであり、昔は絶対できなかったことだと思うんですよね。うん。まあ、まあ、本としては残ってるんだけど、その実際生の声でこう喋って何かを伝えるっていう、例えばキング牧師の動画っていうのは、あんのかな探せばあるかもしれないですけども、 うんまあ、例えば、キング牧師が YouTube や、ユーチューバー r でやってたら、多分、いろんないい,いいこと言ってくれてたと思いますしね。ずっと。うーん。YouTube って本当ありがたいですよね。死んでも、なんか、影響を残せるっていうねうーん、はい。YouTube やりましょう。いってらっしゃい。